皆さん、こんにちは。ドーピングはスポーツにおいて禁止されている物質や方法によって競技能力を高め、意図的に自分だけが優位に立ち勝利を得ようとする行為のことです。最近はドーピングに対してシビアになってきました。本日はこれまでにドーピングしたことのある10人の選手とその後について調べてみました。禁止薬物を意図的に使用することだけをドーピングと呼びがちですが、それだけではありません。意図的であるかどうかにかかわらず、ルールに反するさまざまな競技能力を高める方法やそれらの行為を隠すことも含めてドーピングと呼びます。ドーピングは自分自身の努力やチームメートとの信頼、競い合う相手へのリスペクト、スポーツを応援する人々の期待などを裏切る不誠実で利己的な行為であり、ドーピングがある限りそもそもスポーツはスポーツとして成り立つことができません。競技能力を増幅させる可能性がある手段、薬物あるいは方法を不正に使用することをドーピングと言い、スポーツの基本理念であるフェアプレーに反する行為、スポーツの価値を損なう行為として禁止されています。競技力向上を目的に薬物を使用する場合には、常用量よりはるかに多い量を使用し選手に重篤な健康被害が現れたり、後になって長く後遺症に悩まされることもあります。そして最悪の場合は命を落とすこともあります。また社会に対して悪影響を及ぼす可能性があるので、ドーピングは禁止されています。そんな中でも本日はドーピングした選手をご紹介していきます。まず1人目はキックボクサーの木村実さんです。木村実さんは2023年6月24日の試合後、ドーピング検査を受けました。その結果、2023年9月2日にドーピング検査の結果は陽性であり、筋肉増強剤の使用が明らかになっています。木村実さんは、申し訳ない気持ちでいっぱい、 K1 を離脱してから試合ができなくてモチベーションが保てない時期があって、クレンブテロールという成分で状態を保つために摂取していましたなどと説明しております。直近でのドーピング使用だったため、木村実さんの今後の動向に注目していきたいですね。そして2人目はフィギュアスケート選手のカミラ・ワリエワさんです。2022年の北京オリンピックで禁止薬物トリメタジジンを摂取してドーピング違反となっております。代謝調節薬で血流を良くする効果などを狙って使われました。国際スケート連盟はこれを受け、4年間の資格停止処分と全ての成績を失格とすることを求めるとしています。そして2023年現在、ワリエワさんは処分をめぐる問題は長期化しており、未だドーピング問題の解決の糸口さえつかめていない状況となっていますが、不透明な状態の中、ワリエワさんは来季に向けてフィギュアスケートを練習されているとのことです。次に3人目は水泳選手の古賀敦也さんです。2016年リオデジャネイロ五輪代表で、2009年世界選手権男子 100m 背泳ぎでは金メダル、2017年世界選手権では男子 50m 背泳ぎで銀メダルを獲得しているベテラン選手です。そんな選手も2018年4月に検査にて禁止薬物が検出されます。その後、国際水泳連盟から4年間の資格停止処分を通達されますが、意図的な摂取ではなかったことが認定され、処分は2年間に短縮されました。しかし、潔白を証明するまでは底知れぬ絶望感を味わったようです。その時の心情を語っています。水泳に関して真摯に向き合って何十年もやってきた。体の大きい選手にも自分が持っているもので立ち向かうのが誇りだった。それがこの件で、不正をした人間なんだ、黒なんだと判断される、その中で生きていかなきゃいけないことがショックだった。本当に死がすぐ隣にあった。ベランダを飛び越えれば楽になるのかなって、外に出れば周りの目が気になり涙がこぼれた。朝起きてソファに座ると気づけば夕方になっている。そんな生活がしばらく続いたと語っています。2年間の処分を受けた後、2020年8月に東京都の大会にて復帰。復帰初戦に 50m 背泳ぎに参加し優勝しています。続きまして4人目は野球選手のバティスタさんです。バティスタさんは広島東洋カープ所属の選手でしたが、
2019年8月17日、日本野球機構がバティスタ選手にドーピング検査で陽性反応が出たことを発表。検出された禁止薬物はクロミフェンとその代謝物だったと言われています。その後6ヶ月間試合の出場停止処分を受けますが、出場停止処分が解けた後に球団はバティスタさんの契約を解除します。そしてバティスタさんは帰国後の2023年現在、台湾リーグ、メキシカンリーグを渡り歩き、現在も野球をしているとのことです。5人目はバレーボール選手の今村優香さんです。今村優香さんはバレーボール女子日本代表選手でしたが、2014年5月の競技大会の検査で禁止薬物カンデノンが検出され、検査後に出場した関東大学リーグ2試合分の成績は無効となっています。今村優香さんは3ヶ月後の資格停止処分を受けています。2023年の現在ではイタリアセリエ A2 でのバレーボール現役選手として活動しています。6人目はサッカー選手の瀬戸孝之さんです。瀬戸孝之さんはアストラジュルジュに所属していましたが、2020年4月にビタミン剤を静脈内注入しており、それが世界アンチドーピング機関の規定に引っかかり、8ヶ月の出場停止処分を受けています。8ヶ月の出場停止処分を受けた後はアストラジュルジュとの契約は終了し退団しています。瀬戸孝之さんは出場停止期間中の状況についてこのように語っています。とてもしんどかったです。このようなことを経験していない人に対しては説明しがたいですよ。周りから犯罪者のように見られますね。相手の説明を聞くこともできません。給料がない状況で一人でトレーニングをしていましたし、もはや楽しみはなかったです。それでも私は翌シーズンのプレーに向けて準備を重ねましたし、1月にはマイナス15から20度の中で練習していましたと振り返っています。2023年現在ではペトロルルプロエシティに所属して、現在も現役選手として活動しています。7人目は陸上選手の吉田香織さんです。吉田香織さんはアミノバイタル AC に所属している陸上選手でしたが、2012年12月にホノルルマラソンでドーピング物質が検出されました。禁止物質のエリスロポエチン EPO が検出され、持久力を高める薬とのことでした。吉田香織さんは貧血治療のため約1ヶ月前に医師に投与された薬に含まれていたと主張しますが、本人が十分な注意を払わなかったとして、日本アンチドーピング機構 JADA より2年間の資格停止処分を受けています。復帰戦となる2015年3月のソウル国際マラソンで11位、8月の北海道マラソンで2位に入賞しています。2023年現在はチーム RXL に所属して、関西大学の講師としてランニング教室やスポーツジャーナリズムの研究をしており、後進の育成に努めています。8人目は野球選手の入木優作さんです。入木優作さんはメッツ傘下でマイナー契約をしてノーフォークタイズに所属していた選手でしたが、サプリが禁止薬物にあたるとして2005年4月28日に50試合の出場停止処分を受けています。そして復帰後は4勝8敗防御率 4.70 という成績に終わり、メジャーの昇格を果たせないまま球団から契約を解除されています。2023年現在はオリックスバファローズの投手コーチとして活動しています。9人目はバレーボール選手の大野かなさんです。女子バレーで日本代表にも選ばれている大野かな選手は、2015年1月に使用を禁止されているツロブテロールという物質が検出されました。大野かなさんは喘息他の名刺から処方されて使用した薬と主張しています。大野かなさんは診察を受ける際に禁止物質を含まない薬の処方を求めたらしいですが、医師側に十分な知識がなかったことが原因でこのような結果になったと言われています。その後日本アンチドーピング機構 JADA より2ヶ月間の出場停止処分が課せられています。10人目はラグビー選手の山中亮平さんです。山中さんは神戸製鋼に所属して2011年にドーピング違反になりました。育毛剤の成分がドーピング検査で陰性となり、2年間の資格停止処分になりました。それから復帰後はラグビーワールドカップ2015の日本代表として選ばれ、
ラグビーワールドカップ2019の日本代表にも選ばれています。現在はコベルコ神戸スティーラーズに所属し、現在もラグビー選手として活動しています。皆さんいかがだったでしょうか。中には知っている選手もいたかもしれません。ドーピング使用は国内外でも使用が禁止されているため、今後のキャリアが大きくブレてしまう可能性があります。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。